はい、皆さん、こんにちは。ハルザでございます。せーのです。いやいやいや。今、大阪、ナンバーにある、ピンクさん。ピンクさんにいらっしゃいました。いや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 、めちゃくちゃ、昨日楽しみにしたこの企画。いやー、ありがとうございます。大吉さんも、アドルレザーマックスに一緒に来て、一緒にいて、おりますので、今回ご案内していただけるうちに、あの、ピンク、はい、よろしくお願いします。まずあの正面の入り口から入ってもらったら、あのこういったまず花ドル売り場が呼ばれてるんですけども、利用がありますね。そうですね。で、うち結構真鍮の金具がまあ多くて、まあオリジナルで作ってるものとかも結構あったりするんですけど、まあ入ってもらったら真鍮の金具っていうのは基本的にこう見えるところに全部出してありまして、きらびやかになりますね。そうですね。そうですね。で、あとはまあ糸だったりとか。そうですね、絹色の糸がメインになるんですけど、はい、まあ、お取り寄せでミシン糸 の取り寄せ注文とかも可能になっています。はい、あとは革ひもだったりとか、そうですね、ここにレザープラス用の書籍もまとめてありまして、書籍もすいません、書籍もいっぱい並んでますね。あの袋に入ってないものは立ち読みしてちょっと参考にしてもらったりとかも可能ですので、まあ、またお店に来られる方がいらっしゃったら、ぜひ見ていただければなと思います。そうですね。はい、何でもあるんですか。ありがとうございます。片上シューもありますね。これで。そうですよね。土日とか週末になると、あの、今からレザークラフトをやってみたいんですってお客様も、あの、複数いらっしゃるので、まあ、この辺りの本とか結構おすすめ、僕らもしやすいなと思います。ですよね。はい。これでお読みしていただければ。はい。お出しなさい。はい。何でも聞いてください。ありがとうございます。そうですね。あとは工具だとか、真鍮以外の金具をこの辺の引き出しにまとめてあって、まあ、この辺りもあの自由に引き出してもらってご覧いただけるようになっています。種類が多いですよね。で、あとはね、真鍮の売り場とこの机の下に A4 の引き出しがたくさんありまして、はいはい、ここら辺に。はい、A4 レーザーとかが、はい、ああ、ね、こういう、ああ、カット売りがあるんです。あ、これが見本というか。そうですね、この辺は厚みのサンプルですね。A4 サイズであれば、あの、店内で、まあ、5分以内くらいですぐに加工して、その日、あの、持ち帰りいただくっていうのが可能なので、一応 A4 に関しては、あの、その日購入いただければ、1枚200円で、次加工してお渡ししてるので。ちょっと見させていただくバンドナイフがありました。はい、あ、そうですね、ちょっとそれ、はい、大丈夫です。はい、あれバンドナイフ初めて見る方はね、もうちょっと見てくださいすごいから、はい、どうしましょう、こちら、はい、はい、はい、じゃあ僕の方へちょっと進んでいきたいと思います。はい、こちらがパワーオリバーとその今お話ししたバンドマシンがあるんですけども、うん、なんかすごいすごい、バッファローですかね、水牛ですかね。すごいですね。うわ、こっちがもう夢の国ですね、僕らにとっての。宝石箱ですね。ベルトの、あのハッとしたベルトの販売も行っています。結構たくさんあるんですけど、すごいですね。うわ、すごいですね。ここに図解もしてるんですけど、あのバックルつけるところの部分スキーとかも店内で可能ですので、うん、もちろんネット注文も受け止まっております。大吉さんもね、ここで、あ、そうですね、ベルトを、はい、ね、購入させていただいてるんで、ありがとうございます。
種類もは幅も幅厚み、あ確かにね、そうなんですよ。そして皆さんこちら見てください、バンドナイフでございます。これ使ってみると結構ね、僕もっと大きいイメージがあって、そうですね、置物もあるんですけども、まあ結構うちのは30センチは入らない、25センチぐらいの幅のものだったら透けるものになってます。これさすがに透くところは濡れないですもんね。大丈夫ですよ。いいですか？本当？はい、おはぎれとかでよろしければっていう感じなんです。いや、これはちょっとすいません、個人的にすいません、ありがとうございます。承知しました。いや、めちゃくちゃラッキー。俺本当見たかったんですよ。ちょっとはぎれ取ってくるのでお待ちいただきます。はい、ありがとうございます。はい、お待ちください。はい、あー、やったー。超嬉しい。言ってみるもんだね。本当ですよ。いや、実際のところ本当に僕自身もマジちょっとバンドナイフ購入するかって悩んだ時期があったんですよ。でこのサイズを、いやこれ逆にこれだったらいけるなって感じですもっとね本当に大きくって、いやさすがに入んねえなと思ってたんですけど、はいはいはい、これだったら入るとで25センチまで全スキできるので、そうめちゃくちゃすごいですけどね。もうハルさんの工房がどんどん狭くなっていく窮屈に、そこを歩く感じになってたんだレーザーでもすごい幅をねでも言ってみるレーザーこのぐらいの幅取ってますからね、はあ、そうそう、だから全然このぐらいであればいやいや、むしろすごくコンパクトで、いやーってか何でしょうね、ちょっとこの辺ちょっと見ちゃいましょうかね。運転手グラインダー、あこれ研ぎかな、あうんで送り速度と結構、あ長嶋さん来られたので、はい、あのこちら行かしてプロに説明していただきましょう勝手に説明しますいやまあ本命あの全部あってますはい、まあ、グラインダーそうですね、研ぎ機なんですけども、はい、あの硬い皮はこう薄く加工でずっとここに通していって出てくると薄くなってくるんですけど、はい、あの歯がやっぱり処分してくるんで、まあ、皮によっては研ぎながらすいたりとか、まあ、適宜研ぎながら加工していくっていうことなんですけど、まあ、あのうち上司者さんとかもよく来ていただくので、 どうやって薄くなってるんですかってよく聞かれるので、これサンプル作ってるんですけど、要はね皮がこうここにどうかな、ちょっと分かりづらいんですけど、ここに、まあ、今動かないので指こそりますけど、送りローラーがあって、その先に薄いこう、まあ、バンドナイフって言われるぐらいなので、バンド状の薄い刃が入ってるんですね。で、スイッチを入れると、その刃がこう高速回転、ぐる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 していくところに、で、皮が入ると、ここ見たら分かりますけど、まあ、元の刃はこうなんですけど、刃がここに入って、ね、こうスライスされるような感じで薄くなってくるという構造になってます。はい。その、バンド状になってるナイフっていうのはその、はい、丸いナイフっていうわけではなくて直線ですもんね、ここは。そうですね、刃の交換を時々僕らもするんですけど、こういう感じで繋がった刃があって、そんだけ大きいんですね。そうですね、ここにまあ歯車みたいなのがあって、はいはいはい、ちょっと開けようと思って今時間かかっちゃうんですけど、はいはいはい、ここに歯車みたいなのがあって、はい、スイッチ入れるとそれに沿ってる刃がこうぐる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 ってことは柔らかい。そうですね、結構危ないんであれですけど、柔らかいのは柔らかい。すごい、なんかめちゃくちゃね、これが気になるね。またこう、ね、おもちゃを見つけた目になってきてる。ちょっと一回試してみましょうか。お願いします。はい、まあ、ここでちょっと厚みが見れたりするんですけど、はい、今これ2ミリぐらいの、まあ、うちが取り扱ってる皮はほとんど単二直しの皮なんで、はい、2ミリの単二の皮っていうところなんですけども。まあ、今だいたい2ミリぐらいですね、 1.1 とかの位置で、そうですね、これじゃあどうしようかな、 1.5 とかぐらいに、はい、お待ちします。じゃあちょっとスイッチ入れてみます。おお、これで今刃があの中で高速回転してる状態っていうところですね。ちょっと一応研ぎをかけときます。はい、はい、ここで今あの研ぎ機が動いてて、上に突っ込むと刃が薄、皮に当たって薄くなるんですけど、下にも刃が通ってるんで、こうぐる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 回ってきてるんで、まあ、そこに砥石を当てるような感じになりますね。あ、はいはいはい、
ここにも刃が走ってきてるんですけど、はいはい、上と下からこう砥石が今当たってるような状態になる。それで今刃が結構ピンピンに研がれてる状態。おお。これでちょっと行ってみます。研ぎながら行った感じなんですね。まあ、ものによってはもう砥石離せると、あの、ついたりもするんですけど、まあ、今ちょっと 1.5 までいきなりドンピンしてしまうんで、あ、これを回すことによってその後後を調整できますね。まあ、1.5 ぐらいのほうに行きます。あんまりいきなり狙うと結構急に薄くなったりすることもあるんで、まあ、ちょっと 1.6 個ぐらい狙って見てみますね。ちょっと通してみます。はい、お願いします。大丈夫です。ちょっと優しめ、ゆっくりめにしといて、はい、落としていきます。うぅー、するとこんな感じで、さっきオレンジの底面になってたんですけど、はい、裏処理された底面がね、こういう風にスライスされて落ちてしまったんで、あの、素地の色が出てる状態、はい、で、これで厚み確認してみると、1.6 ぐらいに、うわ、すごい上がってるので、恐ろしい一瞬はい、ってことになります。いやー、これもう最初懸命さ、あの、スキッてシャシャシャってやって、なんか選んでるなーって思って。はい、まあ、そうですね、もう一発ですわ。え、25センチくらいまで、まあ、大丈夫ですね。 A4 サイズであれば、もうそのミニについてお話ししてます。惜しい実際これ数百万ですね。まあ、いろいろと思うけど、僕は見ますけど、さすがにちょっと、あの、嫁ちゃんにプレゼンしてもなかなか降りないという感じです。これはもうだってこの設備のこのカラーリングで、このメーカーのロゴのこの、もうこれは、あの、企業が導入する設備のカラーリングなんで、そうですよね、家に欲しいっていうレベルじゃないんです、これはね。まず床に置けないと思いますね。あ、お、めちゃくちゃ重いんで置けちゃうかもしれない。そうですね、ここに一回これ、あの、数年前に新しいものに設備入れ替えたんですけど、はい、まあ、持ってくるのすごい大変だったんですよね。クレーン切って下ろして、そうですね、本当になんか、あの、悪い木みたいなところを運んでくるような感じで、レベル出しも必要ですね、水平もね。そうですね、設置してもらうときに、あの、その辺も専門の業者の方に見ていただいてっていう方は、ね、すごい大変だと思います。家庭用じゃないんですよ。どうにか置ける方法をね、あの、考え、家を改造し始めちゃうとそうですね。いやいやいや、はい、いや、すいません、ありがとうございます。はい、すいません。まあ、あの、うちで購入いただいた皮はもちろん、その他の店で買ったものとか、あの、ずっと家で眠ってるかみたいなのを作ることができるので、ああ、持ってきてこれ吸いてもらえませんか。そうですね、その場合はちょっと1枚、あの、何ですか、大きさ問わず660円で込みでいただいてるんですけども、うん、その形ですけど、いや、でもできます。めちゃくちゃお優しいですね。ですよね、うん。大きい革の場合はもう好き業者さん、専門の業者さんに出してしまうので、まあ、2、3営業日買っていただければ、これも欲しいけど、もうちょっと我慢してますか。いや、これは本当にすごいですよね。そうですね、手作業で、まあ、あの、やってる方も時々拝見するんですけど、ね、数時間、多分数時間で済むんかなっていうところもあると思うので、まあ、その辺権利にかけていただいて、はい、その場合は見ていただければ。そうですね、はい、じゃあ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうね、もう見てください、こちら、これですよ、この奥行き、これも全部革ですよ。特に僕ちょっと気になったのは、これ凄まじい。そうですね、これ、あの、うちでここ数年取り扱ってるブルっていう、あの、オスのタネウシの革にあるんですけども、あの、すごい独特の脂肪と、あの、厚みがあるんで、一回広げましょう。いいんですか。はい、これね、皆さん、本当にすごいから、なんか、象釜みたいな。そうです ね、そういう、うわ、すごい、あ、手触りがね、めちゃくちゃいいですね。うわ、なんだろうな、どう説明すればいいんだろう。しっとりしてるわけじゃないけど、
優しいですね。優しいけどこうね、しっかり張り残しもあるというような、もうね、感触はやっぱどうしてもね、動画とこう言葉で伝えるのがすごく難しいので、そうですね、まあ、ちょっと小さいサンプルから打ち取りやつがあるんで、この辺でこの感触とか一度見ていただければとは思います。このシワは本当にもうそのまんま、その加工とかではなくてそのまんまのシワなんですか。そうですね、それちょっと変わったんと加工してる。すいません、変なシワでした。いやいやいや、いやっていうのもなんかこっちの方も見るとあんま個体差がどうしてもありますよね。同じ皮でもやっぱり緩いところはすごくシワが出たりもするので、うん、でも加工も入ってるのかな、すごい重いね。でしかもこのサイズの帆栽を広げれるこのテーブル、そうですね、これ家ではね、僕もそうですけど、まあ、その揉みほぐしただけでシワ出ることもあるので、まあ、いろいろですね。まあ、なんとかシュリンクってついてると、大体薬品でこう収縮させてシワ出てるものは多いは多いですね。全部とは言わないです。すごい、やっぱ貴重なもの見せてもらってるような、なんかすごい。次は何を見つけた。この辺はやっぱりこう国産の皮が多く置いてあって、姫路だとか、まあいろいろですね、姫路だったり、まあ姫路が多いですかね、うちは。まあ大阪に店舗があるんで、そうですよね、この辺りもそうですね、すごまさにするので、で、まあこの下段から、はい、この右のこの辺のゾーンが大体輸入系の皮になって、まあイタリアだったり、アメリカだったり、まあ一部ルガトショルダー、ベルギーとか、あ、ルガトも、これさっきちょっと見せた、この辺が確かルガト、あ、そうですね、そんなにめちゃくちゃあるわけじゃないですけど、このあたりですね、ちょっとお互い感じで、そうですね、輸入の間はちょっと為替の影響とか輸送費とかもいろいろ相まって、ちょっと最近高くなってしまっている傾向があるなと思って、まあ、僕らもちょっと代理屋さんの立場としてはなるべくね、おすすめしやすい金額でおすすめ、ね、求めたいことはあるんですけど、まあ、ちょっとでも、うん、確かに、はい、でもめちゃくちゃいい感じですからね。なんか他に変わりがない感じで、そうですね、うん、見ますか、いいんですか、ですよね。ちょっと一応これだけうまいな、持っていき方がうまいな。ちょっとおかわりバンバンもらっちゃってる感じです。ちょっと呼吸回すんで音だけごめんなさい。あ、全然全然全然、はい、これね、これちょっとよくわかんないんですけど、すごいですよ。この、あれで、この角、めちゃくちゃ硬いんですよ。なんか、そこにちょっと書いてあるんですけど、エルパソ底弁率。多分そことかに使うんですかね、バッグの底とか。ちょっとわかんないですけど。すごいよ。なんか、ベニヤ板みたいな。そうそう。本当に、座れそうですもんね。いや、すごいですよ。とにかくこれ羨ましいですね。こんだけのスペースがやっぱりこうやって広げられるスペースがあったら、もうシャッシャッって A4 とかで切れてきますもんね。うちのはですね、うちの確か奥行きがですね90センチの、横幅が150センチぐらいかな、150センチ、90センチの150センチのテーブルはあるんですけど、僕が作ったカウンターと全く同じサイズ。ああ、広げられないですよね、やっぱ全部バーッとは。
こんだけ広いともう終わり放題。欲しい。そしてなんていうの、優しいっすよね。こうやっていろいろこう、そうですね。撮影させていただくだけでも貴重なのにさ。あれ見せて、これ見せて。見れないですよねってこう、こいこいみたいな感じで。これもでかいですね。うん、でかいですね。え、いいな。これね、これはすごいですね。生き方で、多分チャーム用なのかな。こういう感じでやってるんですかね。結構分厚いですね。ここですね。これ、今確認しました。はい。あの、やっぱ500均も使ってちょっとシュリンクかけてるっていうことで。はい。やっぱりこう加工してしかもシワを作ってるっていうのがあったんですね。でも本当部位によっていろんなシワができるかな。そうですね。これはね、大地さんベルト用にいかがですか。これね、ベルト雰囲気がめちゃくちゃいいですもんね。これ、ね、こういうのが大好きな感じの。そうなるほど。1枚で購入いただければその任意の幅でベルトを裁断加工っていうのをしてやってるんで、まあ、完成品までは作らないんですけど、うん、まあ、そのベルトの素材までみたいな加工をやってるんで、このベルトの幅に全部切ってくれるっていう。はいはいはい。確かにこれベルトちょっと頭になかったですね。はい、はい、出しに来てみますね。いや、貴重な体型を触ってるな。もうこの目がキラキラしてる。いやいやいや、本当にね、こんなさ、こんなあれじゃなくて、ちょっとこう街にある革屋さんみたいなところにはよくこう行っているんですけども、はあはあ、ずっと痛いじゃないですか。ずっとこう見てね。レベルが違いますからね。もともとね、うちその小売店の前はあの加工うどん屋さんというか、あの靴の、創業自体は1926年、結構古くって。そんな古いですか。そうですね、まあ、この小売店としてちょっとレザークラフトの材料屋さんっていうシフトによっては、まあ、ここ20年から30年ぐらいの形で。え、100年近くってことですか。そうですね。でそれまではあのちょっと上にもあるんですけど、はい、これ紺底用の革なんです。さっきのこれですよ、はい、タンニンがすごいしっかり入って、あの強制的に乾燥とかもですね、めちゃカチカチの革なんですけど、まあ、これをソール、紺革、あ、ソール、そうですね、紺革のソールに加工して別のメーカーさんに納めたりっていうあのなりわいでやってた会社なんですけども、まあここすら先だ。そうですね、まあ、加工屋さんっていう感じなんですけど、それであれですか、ここにあの抜き型があるんですか。あ、そうですね。あ、すごい、そういうことなんだ。その一足で抜いたあのパーツとかも材料で販売してあるので。特大って書いてある、多分僕サイズですか。あ、ですね、大木さんサイズ、ね、29センチとか。あ、お待ちかね、ルナと、すいません。うわー綺麗。これうわーすごい。うわすごいわ。うわ、この見てください、このこのすごくない。わーすごい。すごい、こういう感じなんだ。うわこれはすごい。ちょうどこの上のそのショルダーの前の部分のみっていう感じですよね。まあ、ここがまあ背筋ですかね。そういうことですよね。はい、で、まあ、こっちに行けばいいこと、腹に近づいてるっていう部分です、ね。これ、不思議だったんですけど、はい、この、こっち側はどういう。こっちはあのバットって言って、お尻の部位で、はい、あの販売されたら、うん、それはすごい普通に。そうですね、またまあ別のなめしとか、処理仕上げをして、あの、ゴールドしてるとは思うんですけど、こっちの部分がすごく硬さもね。そうですね、あんだとはすごいあるな。これは硬いんだけどしなやかです。
そうですね、この辺もちょっとロット差があってすごいカチカチな時もあるし、すごい柔らかいなっていう時もあるんですけど、まあそうですね、その辺はちょっとロット差でどうしてもあるっていうところなんですけど、でもこれめちゃくちゃ今置いてあるこれすごくいいんじゃないかなと思いますね。おすすめでおすすめのものにこちら、ありがとうございます。すごい綺麗、これ綺麗ですね。で、これは、まあ、今、話に脱線したので大丈夫ですけど、はい、まあ、あの型になるんですけど、うん、お尻の方があるっていうところで、うん、まあ、ちょっと別の革になるんですけど、はい、イタリアのテンペシティってところのエルバマットっていう革をやってるんですけど、それが、まあ、こっちのお尻側の部位になるんですよ。こういうことなんですね。ちょっとこう、ショルダーとはまた違って、長細い方なんですけど、おー、はい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 、カップ販売もやってるんで、これカップのポイントです。はい、1枚だとこんな感じで、まあ、片方のお尻っていう感じですね。あー、こっち1個ある感じ、ね、そうですね、こういうこんな感じで、あー、こういうそういうことですね。やっぱもう1個あるっていう感じですけど、うわ、カッターもこれはあれちゃってるこちゃこちゃですごいしっとりした感じの、この皮は、ね、オイルがかなり効いてるんで、うんうんうん、ただまあお尻の部位なんですごい繊維自体がすごい詰まってるので、うんうん、まあ、小箱を食べる時間にしたいとか、すごいテンションがかかる作品を作る場合とかは伸びづらかったりするので、まあ、そういう作品にも向かってたりとか、いろんなものを使っていろんなものを作りたくなりますよね。皆さんおすすめでございます、ミクさん。ですね、僕なんですけども、はい、結構何年か前からずっとオートバンネットをちょっとお世話になっておりまして、はい、ありがとうございます。オートバンネットね、ねえ、どうなんですかね。もちろんお出しできますよ。うわこの番組なんかこの、ね、このくだりなんかテレビの番組で見たことあるな。こういうくだり。実際のところ僕はですね、もうフェニックスさんといったらちょっとこうコードバンっていうイメージが僕はですけどね、ついておりまして、ちょっと実はですね、僕は基本的にはオイルコードバンを購入させていただいてるんですけど、まあシェルコードバンありますね、ね、はい、これが見たいなと思ったんですけど、ちょっとね、じゃあ情報をお出しにします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとお出ししますので、はいはい、少しお待ちください。はい、やっぱりコード版は別の場所で保管されてるんですね。いや、ここにあります。え、ここに、ここにちょっと平置きしてるんで、なるほど、箱の中に1枚1枚、あー、なるほどなるほど。ちょっとドキドキ、ぶっちゃけ言うとこれがメインで僕ほどビスくんないかな、どうなんだろうって思ってちょっと来てる部分があったので、初めから素直に言うやええのに。はい、皆さんお待たせしました、これ見てください。これちょっといろいろ一つ一つちょっと段ボールの方ね、ちょっと開けてもらって見せていただきたいと思います。すいませんですか、お願いします。じゃあまずオイルコードバンの方からナチュラルカルチュタイムで見ますね。傷がつきやすいんでこういう感じ。そうですよね、一個一個、はい、乾燥剤を挟んでから。うわ、これ映ってます皆さん、くもくも、え、はい、ちょっと赤ちゃんだっこするみたいな。うわ、これ見たよ、すごい、本ツヤですよ、うん、これこのナチュラルのこの透明感ですね、これ奥行きがすごいですよね、このツヤの奥行きというか、これはもうコードバンじゃないと表しきれない。これ比較的どうですか、大きさ的には。そうですね、これで18デシぐらいですね、まあ、小さいのだと13とかもあるんですけど、うん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 、今入荷してるロット割とちょっとどうですかね、16デシとか8以上のものが結構大きめのものが多いですね、
今もう高騰に高騰を重ねて、そうですね、すごいことになってますよね。結構海外からも乗客さんが来られて、あのこれありますかって言って聞かれることもあったりするので、意外に結構いろんな、これすごいちっちゃいですね。そうですよね、ちっちゃいもある、あ、ごめんなさい、これすごくちっちゃいですね。もうちょっと初めて見るぐらいちっちゃいかも。あ、このぐらいの大きさ。11でしたっけ。これ結構でもコードバン初めて購入したいなっていう方から言ったらね、あ、そうですね、まあ作りたいものがこれで収まるんであれば、入試入れとかそのぐらいであれば結構何個かに持っていける感じですね。そうですね、まあ、あのオンラインショップからでもこの大きさの要望とか相談があれば、あの書いていただければ。親切ですから、はい、奥さん乗らせていただきます。これが証明されてないこれ証明ですわナチュラルに本当にこう個体差ありながらいろんな模様じゃないですけど、そうですね、全部美しく感じます。まあ、こういうこと傷ありますけど、まあ、こういうのもね、行かせてもらえたら、僕はちょっと一周回ってこういうのが個人的には好きだったりするので、もう大好きな方ここにいますから、大輝さんはもう傷がなきゃ買わねえよってね、傷がなきゃ買わねえよ傷がまあね、やっぱり生きてた証ですからね。そうですよね、そこもこう作品の一部として見せてあげれたら。これが顔料仕上げって言ってね、塗装膜で覆われてたら、ね、こういう傷も見えなくなってくるんですけど、そうそうそう、お肌で言うと側近からはどんどん離れていくんで、まあ変わらしさがちょっとね、なくなったりするんで、まあ、それが言われてはないんですけど、そうです、好みになるかもしれないですね、いやでもこれナチュラルでございました。はい、次、はい、すいません、どうしましょう。じゃあブラウン行ってみます。そうですね、こちらでも、はい、黒、茶色か、茶色から行ってみましょうか。ブラウンの、前アンティークっていう色で、あ、そうですね、今茶色に、今はブラウンブラウン表記でうちの場合は入ってますね、はい、よいしょ、じゃあ行きます。はい、もう大好き、この色、うわー、うわすごい、うー、これはめっちゃそのね、角度によってとか見るところによって濃さが変わる感じがするんですよね。これ美しいですよね。あ、すごい、伝わりますかね。伝わりますかね。これすごいですね。伝わるでしょう。そう、本当は高級な、まあ、お財布、名刺入れ、もういろんなものにを全て高級にしてくれる。そうですね。お客さんがコードバンで作られたの、あの拝見してても、あの数年使っても全然引っ張ってないですね。おかしい。すごい使ってますよって、あの見せていただくんですけど、作ったわけなんですね。まんまやな。この革でこう数点ちょっといろいろ作らせていただいているんですけど、やっぱりなかなかちょっと、あ、そうですか、はい、はい、もう歯が出ちゃうって感じですねすいません、ありがとうございます。じゃあ、そこに黒も、黒もいってみます。はい、うわ、これも贅沢ですね。これも、もう王道の黒でございます。うわ、うわ、すごい。うわ、うわ、なんかすごくない？すごい。へぇ。見てください、これ。すごい、なんかすごいな。ベタな言い方したら、すごい吸い込まれそうな黒。そうそうそう。ブラックホールですね、これ、まさに。なんかすごい奥があるような感じがする。そう、奥行きがあるんですね。これなんでこう奥行きを感じるんですか、ね、不思議ですよ。そうですね、アミリンシャレと顔料で、あ、ごめんなさい、染料でシャレてあるので、すごいやっぱり透明感があるっていうところの印象じゃないかなと。いや、
もう指紋つけちゃったらもうなんかもう買わなきゃいけなくなっちゃいそうで怖いですね。ガチェ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 。こちらが、オイルコード番の黒になってます。これの財布名刺入れつけてください。厚みって大体どれくらい？まあこれも個体差あるんですけど、ちょっと待ってくださいね。大体 1.5 が厚い方かなっていう感じです。まあ 1.5 前後って感じですかね。今あるのは、うんうん、はい。うんまあ、リューカロットによって薄いのもあります、ね。はい。一応透き加工はできるけれどもちょっと注意点が必要。そうですね、厚みブレが起こる可能性が結構高いカードなので、うん、うちも透き加工の商品ページっていうのがあるんですけど、はい、オイルコードは、まあ、一応透けるんですけど加工屋さんがすごく難しいです、はい、おっしゃられるので一応出せます、透けるっていうところです。そうですね、はい、はい、すいません、はい。私なんか最近ちょっと色を増やしてきたというおかげで、カラーバリエーションがすごいありますね。はい、大丈夫です。よいしょ。この辺出してみます。はい。いや、いろんな色がね、入荷されたそうなので、ちょっとこれ。これ、うわ、あーすごい、すごい、このあーめっちゃ綺麗です。しかもこの辺のなんていうんですか、この辺かぶめなんですかね、なんていうんですか、ちょっと、ね、輝きすぎてね、フェラーリみたいな。あーフェラーリの赤、はいはいはい、すごいな、これすごい、うわ、本当この網目仕上げのこのなんていうんですかね、このキラキラしてるというか、そうですね、もうこれが赤ですかね、赤ですね、はい。そして続きまして、うわ、キャメル、キャメル、うわ、はい、これどうですか、大好き、好きな方ね、大好き、こういうですよね、これめちゃくちゃ綺麗な、これもいろんなのに本当に応用できそうな、うん、これはこれいいな、かっこいいの出来上がりそうです ね、 ね、これ使うと、おー、すごい、これはキャメルですね、赤にキャメル、おっと、大輝さんが好きそうなのが来るんじゃないですか、うん、あーもうこれやばい、これどう？これ大好きっすね、僕。こういう色、ああいいっすね。うわ、これすごいな。これかっこいいな。かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。色の深みと、しかも明るいんだか暗いんだかわからない。ね、なんか不思議な部分ですよね。すごいですね。しかもこの奥行き。本当に見る角度によって全然雰囲気変わる。ねえ。すごい。美しい。はい、こちらバーガンディ。うわ、これ、これも定番って言ったらあれですね。コード番って言うとこうバーガンディのイメージも結構強いの気がするんですけど。そうですね。よく、うん、まあ定番カラーですけど、うん、ね、まあ、髪がすごい。髪がすごいですね。これ。そして見てください。これコード番では。ちょっと珍しいかもしれない。そうですね。僕もちょっと久々に見ました。ね、縫い面になってるのかな、縫い傷？もともと生き傷とかって言って、もともと生きてた時の、うん、まあ、何かに一回詰まったとかっていう傷かなと思うんですけどね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。コード版の財布でこういうの入ってる。そうですよ、ね。めちゃくちゃかっこいいですね。もうレアですね。本当にね。え、さこれ、え？え気づかったらすぐ気づかったらすぐ購入したくなってしまう、まあまあ、じゃあ次次
めちゃくちゃ深みがある、本当にいい、ね、いやーすごいですね、かっこいい、ね、ボケちゃうとも茶色とも言えない、なんとも言えない、この赤茶みたいな感じなんですかね。そうですね、うん、さっき見てもらったチャートもちょっとね違いますし、そうですよね、はい、これ取り置いときますね。あ、はい、はい、あ、大吉さん、あの、うまいな店長、うまいです。さすがなにわの商人ですね。あら、これまた珍しいね。ちょっとオークっていう名前。オーク、あー、はい、まあ、ちょっとあ、でもなんか、あ、すごいいい感じの、ね、オリーブとも違う。そうですね、ちょっと黄色、でも難しいですね。さっきこれ、こちらキャメルでしたもんね。そうですね。キャメルよりも、ちょっと深めな。深めね。これまた、綺麗な。なんでも綺麗な、これ。なんでもかっこよくなっちゃう。ずるい。フォードマンで作れば皆さん、なんでも高級になりますから。ずるいよ。ドルフチしますスリスリしてきた。ダメですよ。ダメ。ヒゲのジョリジョリで傷がいっちゃうから。買い上げになっちゃうんだね。取り分になっちゃう。すいません。はい。でちょっとこちらをパッと。はい。に、今ある在庫だとカラーがもしかしたら最後かもしれない。次が。あ、もうあと2色ある。あ、2色。これ個人的にはすごい大好きです。ああ。これやばい。これすごいですね。これすごい。しかもでかっ。でかいですね。でかいですね。あ、すごい、すごい、すごい。これはメガネとかじゃなく、普通にこの半分。そうですね。このお尻ですね。めちゃくちゃいい色だな、これ。綺麗ですね。綺麗ですね。わ、これいいね。これで財布。いや、やばいですね。すごいでしょ。違いますか。でかいじゃん、これ26でし26、あ、すごいですね、見ないですよね、26、かしかも、これあの、おすすめです、皆さんこれ ね、直接見てほしいですよね。そうですね、これ表現できてるんですかね、カメラがねえ、これはすごい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。グリーンですね。グリーンですね。ね。次がもう最後。次が最後になります。はい。はい。はい、チョコ。チョコ。はい、チョコです。こちらがチョコになります。これね。もう定番じゃないんですけどね。もうすごいいい色。一番使いやすい色かもしれないですよね。大きさ見せて、やっぱ。これ見ちゃうとちょっとこう、ね、ちょっと怪物級な感じで、まあ、2個分ぐらい小さい小物だったらなんか作れそうですね、2セット分、これもすごいいい色、この色はもう必要ですもんね、全然ですね、一番王道の、じゃあこれ、ね、何でも振ってくんじゃねえよ何でも振ってくんじゃないよ、はい、ありがとうございます。あの全然お店来ていただければ、お声掛けいただければあの見していただけるそうなので、気になる方、本当コード版なかなか見れる機会ないと思うので、もうね、来ていただければこうやって、はい、行こう、あとやっぱこう、はい、あのすごく安心して質問できるというか、やっぱりこうね、見せてくださいって言いたいけど、でも見せてもらった手前もう買っちゃわなとか、そういう不安が結構あると思うんで、その辺をすごくこうあの安心して見せていただけるんで、買わないんじゃとか言ってない見たからには買ってくれるんだよねって、そんなないですからね本当に全然大丈夫、やっぱり興味を持ってもらうっていうのが一番大事ですよね。あ、そうですね、本当に、はい、そこからじゃないと、こんなに綺麗な革使って何か作りたいなって実際見てみないと本当に伝わらない部分ってあると思うので、これがすごい。じゃあすいません、これですね、今回のメインディッシュですかね、シェルコード版見せていただけるということでお願いします。はい、
ちょっと物によって、はい、色もあるんですけど、まずブラックがね、これうわ、鳥肌立ってきた。ああ、そう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 。全然雰囲気が違いますね。変わってきますね。一枚一枚個体差がすごい。本当に個体差がすごい。こっちはこっちでまた。うわ、ちょっと違います。これまた違いますね。持った感じも全然変わってくる。これが金額がまたちょっと表記が変わってくるという。そうですね。ネットショップにも入ってるんです。これで、税込み4万4千円ね、テレビ見てください。4万4千円でございます。もうなんか触れるの恐れ多いような、なんでしょうね、このラスボス感が。そうね、出てる、出てますよね。さっきの、さっきのはさっきので、こう、最強のが出てきてたけど。もう本当にパッと見た時に、わぁ、美しいって感じですよね。そうそうそう。これ、もう簡単に、なんていうんですかね、いい色とか、かっこいいとか、美しいとか、そういう簡単な言葉では済ませれない、これは。これもう、威圧感を感じますもんね。あダメですよ、ふざけちゃう。これ黒ですね。これ黒です。はい。うわ、すごい。なんかもう、なんでしょうね。なんて言ってるのがいいかわかんないですよ、これ。ネイビー。ネイビーだ。ネイビー、はい、こちらネイビーでございます。この感じ、あれですね、柔らかい、オイコゾリよりもちょっとこうヌタッとした表現というか、ちょっとオイル感がある感触感があるとしてるような、しっとり感が、本当これ手触りを本当に楽しむような、そんな感じな。シェルコード、いや、これやっぱちゃいますね、シェルって。これは、特急表示みたいなもので金額が、そうですね、そうですね、グレードによってっていうところなんですけど、これがまあ2級グレードになるので、まあ、M とか S とかがメーカーから9級表示なんですけど、これは2級なので、さっきと一緒なんで44,000円。うん、そうですね。まあ、ここにカマクロみたいな、あ、まあ余計で。シェルコード版をお求めの方、いいもの揃えてますよ。でもやっぱり好きな方っていうのは定期的にやっぱり購入されていく。そうですね、お客様にお伺いしても在庫してるお店がそこまでないってやっぱおっしゃられるので、ね、こういうふうに実際に見てとかはできますので、バーガーいいですね、定番の。うわ、これ手触りはね、本当にさっきからね、こう持ったら持ってみてください、このしっとりとして、あ、はははは、優しい、これでも、ね、コード版でもちょっとこうワイルドな感じの雰囲気で作れそうな色味と雰囲気が、なんか7って書いてますね。7なんかな。ちょっとしたよ、ちょっとね、気になってるけど、私たちが食べたんでレザーなんですよね。この家庭にナメシっていう、ここにナメ
ハンコが入っていますか。これがもう照明みたいな感じなんですかね。これをもうあえてこっち側表面で使う人いらっしゃるので、ですよね、どうにか見えるように例えば、うん、裏面でもそうですね、見えるように作る方いらっしゃいますね。この場合すごいパーツ取りがね難しいんで、そうですよね、もう1個作る、もう1個買うみたいなレベルなのかもしれないですね。そうですね、まあ大変だと思うんですけど、型紙とか持ってきてもらったら置きながら確認とかもできなくはないので、こちらこれに価値があるっていうことで、すごいことですよね。このスタッフに価値があるっていうのもすごいですよね。そうですね、インパクトがやっぱあるのって、最断面のコバの、なんかこう磨いたりとかしました。しましたね、だから、磨く、あの、液体を、この、グリーン、とこのグリーン、グリーンです。はいはい。普段は、これが、しっかりならない。グリーンだったね、すごい青だろ、青いっぽいです、うん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 、あ、でもグリーンだ、こういう特徴の差があったり、これもちょっとロックブルーがあったりして、ね、へー、不思議な色、青緑、何でしょうね、そうですね、あ、でもこっち比較的ちょっとまだグリーンかな、エメラルド系な色ですかね、ちょっとターコイズグリーンみたいな、うんうん、ちょっとこれ不思議な色、あー、これすごい、グリーンでございます。すごいですね、すごい、同じ革で同じ色なんで、うわ、これすごい、また違う手触りがこっちとは、あー、この芯なんですけど、はい、ポールバンって冷たく感じるんですよ、はい、あ、もうひんやり感がある、そうそうそう、はいはい、そう、なんかそんな感じがしていて、あ、なるほど、そう、なんか僕も作ってて、ええ、いつもなんか辛いなって思いながら、なるほど、そう、この面のどうでしょうね、塗装コーティングのせいかな、なんですかね、まあ、コーティングはね、表面塗装膜みたいなのはあるので、うん、まあ、それがそう感じさせるかもしれないですね、ひんやりです、そう言われるとあまり気にしなかったことかな、まあ、言われてみればすみません、変な感じベーカー素材みたいな夏場に来てるというか、すいません、全部で何種類、でもあれですもんね、その色が常に揃えてるというか、あるものがあれが来てるんだ、一応全部在庫はしてるんですけど、発注はかけてるけどまだ来てないと、またタイミングによってっていうのはありますか、さあ、ここから、残り3色となりました。パーボ、名前がかっこいいですね、全然大丈夫、これすごい、これすごいですね、うわ、なかなかないですね、かっこいいですね、すごいですね、読んでないからね、なるほど、うわ、これすごいですね、これですか、もこめちゃん、大樹さんいや、まあ、この色味とこの傷とね、え、そんなにだけどシェルコードが、うわ、しかもちょうどいいところで、ほら、印字がここにありますから、裏面もしっかり使えますよ、へぇ、結構独特の匂いが、そうですね、まあ薬品の匂いだったら、ね、なるほど、そうですね、塗ったんかなっていうぐらい、ですよね、縫い目の跡ですよね、塗ったんかな、可能性ゼロで、うん、結構そうです、大丈夫、はい、はい、
さんの色番で6004っていう色番でちょっと呼ばせてもらってるんですよ。何色っていうとよりか。ああ、なるほど。これも、うわ、これが、アンピンクっぽい。濃い色ですよね。うちでもこういう風に。うわ、これすごい。これすごいですわ、なんか。ああ、ねえ、なんか、ブラウンというか難しいですけど。もう本当に、難しいですけど、それの良さっていうものをここまで伝えるっていうことが、これの手触りの最後冷たい。とっても冷たいんですよ。やっとした。ああ、確かに。でしょ？うんうん、するする。そうなんですよ。4番です。角度で全然違う。違う？これね、うん、正面から見たらちょっとこうトーン、ちょっと暗いトーンじゃないですか。はいはいはい、はい。でもこうちょっとねこう光がちょっと当たったりとかね。そう、なんか面で明るく。あ、違うぞ。反射してるんや、この皮の。そういうことか。そう。あ、なるほど。あ、そういうことか。こうやってね。あ、いや。違います。こっからここがね、色がちょっとほら、ああ、そういうことか。そうそう、この角度から見ると、ああ、こういくともう分かんなくなるんですけど。へえ、面白いですね。あ、色バレがね、結構明るめ。確かに確かに、こっちの方濃いですね。濃いですよね。これちょっと分かりにくいな。もしあったらそっちのまだ外で見た方が色も出るかもしれないですね。確かにね、今日雨やしな。そうなんだよね。ダメですよ、みたいな。軒先に出たなと思って、なかなか帰ってこないで、おらんやんけみたいな。ありがとうございます。はい、はい、すいません。いや、めちゃくちゃ貴重な体験をさせていただきました。うん、そう、はい。はい。今回ですね。この本を、はい、コード版を1枚ちょっと、はい、購入させていただければなと、はい、あ、本当ですか、思っておりまして。ありがとうございます、はい、ちょっとやっぱり今見た中でさすがにちょっとね、この辺がちょっとこれはちょっとあれなので、はいはい、超えるコード版のちょっと、はい、茶色をもう一回見せてもらってもよろしいですか。分かりました。じゃあちょっとお出しします。すいません、はい、ですフェニックさんにコード版を買いに行こうみたいな、そんな感じで、ね、ダメ？こちらですね。はい、すいません、またちょっとすいません、見せてもらって、はい、うわー、こりゃまたもうね、なんだかもう本当に色々ね、大きさがあるので、すごい。うわ、もうちょっと、その全部綺麗そう。綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。でもやっぱりこの辺ちょっと濃いな。これってそうですね。ちょっと明るい感じ。そうですよね。うん、あ、これなんてこっちが。ちょっと見つけて、こっちは濃いみたいな感じで、ね、いいムラ感がね。これもう悩んじゃいますね。でも一応ですね、こちらの中から僕も今日はちょっと、はい、選ばせていただいて、ちょっと購入させていただきたいと思います。いやいやいや、ちょっとまあそれはね、
撮影会のところでちょっとゆっくり見させていただければなと思います。いや、ちょっと、はい、じゃあこちらの方ちょっとどれか一つ購入させていただきますということで、そうしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、決まりました。こちらのコード版、はい、購入させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗ですね。綺麗ですね、めちゃくちゃ、はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ本日はですね、大阪難波にあるフェニックさん、撮影させていただきました。今日はありがとうございました。はい、なかなか本当にありがとうございました。こちらこそ本当に遠いところありがとうございます。はい、またちょっと大阪に来るときちょっと飛びますね。はい、こちらもどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。フェニックさんの長島さんでした。はい、長島です。はい、ありがとうございました。長島さん宛てにお願いします。ありがとうございます。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。